創設論文ないしレビュー論文とは、ある主題における現行の理解の状態を要約した記事である。創設論文は、新しい事実や分析を報告するというよりは、すでに公表された題材を再提示するものである。時に展望論文ないしサーベイ論文、あるいは解説論文とも呼ばれる。レビュー論文専門の学術出版は創設史と呼ばれる。学術雑誌における、 創設論文では新しい実験の結果報告より以前に他者によって公表された研究の分析や考察が行われる。読者は熟練した研究者にとって明白なことに気づかない可能性があり、専門家による文献調査を介して読者は個々の研究の妥当性と適用可能性についての専門家による説明と評価を得ることができる。 創設論文は文献研究の形であり、より具体的にはシステマティックレビューであり、共に二次文献である。文献研究は、最良かつ最重要の発表と著者がみなしていることの用紙を提供する。システマティックレビューは、客観的な基準を定め、基準に合致する実験的な論文を探索し、それらの論文に示された結果を比較する。一部の学術雑誌は、 ある分野の創設を専門に行っており、創設史として知られる。レビュー論文は、ピアレビューされた文献とは異なる。創設論文には、査読済みのものもそうでないものも含まれる。ありがとうございます。